はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字小学4年生のですね、こちら令和4年1月検定課題よりですね、丸と四角、はい、こちらを書いてですね、説明をしていきます。はい、今回のですね、文字ではですね、漢字にはすべて折れがありますね。丸のここ、四角のここですね。はい。そういったところは、一度筆を止めてから方向を変えて書いていきます。はい。そしてですね、特に丸のここの書き方ですね。反っていくというところ、そしてここを一度止めてから跳ねるというところ。はい。そしてその時のですね、穂先の通る位置にですね、注意していきます。横角は上、縦を書くときは左。で、ここの真ん中、中心、縦を書くとき、少し縦気味になりますね。そこは、穂先は角の中心を通り、横に行くときは角の上を通るといった書き方となります。はい、そういったところをですね、意識して書いていきます。はい。赤手本はですね、こちらの裏面のですね、赤手本の書き方というのがですね、ありますので、そこをですね、よく読んでからですね、練習に入っていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、早速書いて、書きながら説明をしましょう。はい、丸はですね、左払いを伸び伸びと書いていき、そして二画目は右上がり。で、俺のところでは一度筆を止めて、押さえ直してからですね、次の反りを書いていくといった書き方です。はい、左払い、伸び伸びと長くです。はい、二画目はここ右上がり。はい、斜めに押さえます。そこから内側に入っていきます。その時は、穂先は角の左側。ここで角の中心を通り、そしてここで角の上を通っていきます。で、次第に太くしてから、腹をちょっと上に上げてから、内側に向かって、こう、跳ね上げていきます。そして最後、三画目。はい。しっかりとここも書いていきます。はい、丸ですね。はい、とはですね、二画目の丸みをつけた後ですね、じゃあしっかりと間を空けていきましょう。1画目。はい。斜めに押さえて、ちょっと下に行って、で、斜めに行きます。で、払います。2画目は1画よりも下です。はい。で、まっすぐここに来てから、斜め下に来て、ここからこう、もうカーブします。で、次第に太くして、止めます。はい。この時、止める位置は2画目よりも内側、そしてこのカーブするところは1画目よりも内側というふうにしていくのと、ここ余白を取っていきます。はい、四角の4、4ですね。はい、縦角は内側に入っていき、そして折れは斜めに押さえていきます。はい、内側に寄せていきます。はい、押さえて、そしてここ右上がり。はい、斜めに押さえ直してからここで内側に行きます。はい、次の3画目、4画目、はい、余白のスペースの取り方に注意しましょう。3画目は中心よりも左から左下に払っていきます。4画目、中心よりもちょっと右側からここ長くしないでいきます。はい、5画目、はい、上からはい、ここ、ここ、ここの余白をしっかりと作りましょう。はい、角。はい、角は折れの書き方、そして左払いの書き方、そして5、6、7画目の余白の取り方に注意します。まず1画目。左払い、のびのびと。2画目、ちょっと右下に行ってから、ここ、折れです。斜めに押さえてから左下。はい、ここも長くしないです。同じ位置ですね。三角目。はい、
立てていきます。そしてここから左に離す、はい、次4画目右上がり、はい、これですね、斜めに押さえ直してから、はい、こうで羽です、ちょっと内側に入れてからこう跳ねていきます。はい、5画目のは縦です。はい、ここは長くしません。はい、6画目右上がり、7画目右上がりです。はい、このようにして書いていきます。はい、折れの書き方、そして余白の取り方、そして丸の反りの書き方ですね、そういったところに注意して書いていってください。はい、今日は以上です。